いやちゃよラジオですと今日もやっていくんですけど、今日はね、展開到達したということで、今順位ね、195位、ギリ200位入ってるっていう感じなんですけど、ちょっと遅めなんですけどね、展開いったので、そのデッキと、使い方をね、紹介していきたいと思います。で、これですね、新型神器、今めっちゃ流行ってますね。上位で、多分その、今なんだろう、今の環境で、どんくらいかな 2番目か3番目ぐらいに多いデッキだと思いますね。で、1番目は、今のところ俺が見た感じ、スケラが多い。くくりは大きいですけどね。いろんな方ですけど、遅延だったりとか、なんかジャイスケラとか、スケラが多いですね。で、2番目か3番目にこれがあって、で、あと2番目か3番目に、あれがあります。ウォールブレイカーですね。ボムタワーのラッタが使っているようなウォールブレイカーがあると、いう感じで、このデッキでもね、今非常に流行っていて、で、やっぱね、その立ち回り次第で何にでも勝てると。で、あと流行りのスケラに勝てるんですね、これ。逆に何に弱いのかって言われると、ゴレ。今ちょっと少ないけど、ゴレに弱いですね。やっぱりその5ボトウッドタルババしかないから、そのなんか、メガゴも殺せないし、その、ベビーも殺せない、ランバーも殺せない。で、ボンバーはギリいけるけど、ダクでもね、コウモリだけ残っちゃって、そこにエレキ出さなきゃいけないから、っていう感じでね、結構渋いですね、ゴレの場合が。あと、エリゴレも結構渋いですね。ただ、そんなに今いないんで、エリゴレな、メタであるボムタワーがめっちゃ増えていて、でボムタワーとかにね、結構この陣形が強いんで、そんな感じでね、やっていこうと思います。よいしょ。なんですけどね、なんかね、やっぱね、やばい、ちょっと待った。鼻かも。ってことで、やっていきたいと思います。よいしょ。なんですけど、今ね、その、デッキがでも、とはいえなんかヒーラーの強さもちょっと落ち着いてきて、なんかね、エリゴレの強さも別にメタれば勝てるって感じなんで、ライドラエリゴレとかもね。なんかね、デッキがそれのメタデッキだったり、それのメタデッキのメタデッキだったり、こういうね、ボムターンに強い、デッキとかが生まれてきて、なんか環境ね、今デッキがめちゃくちゃ散らばってて、いい感じですね、本当に。強いて言えば、細かい系がちょっと強い。バルカンだ。この人は、あれですね。ウエストのプロでめちゃくちゃうまいですね、本当に。名前聞いただけで、あっていう感じの人ですね。かなぁ。はい、デッキは同じですね。よいしょ。いて、俺の方がめっちゃ食らったな。仕返しされた。よいしょ。ヒーラー回復しないやん。なんで今のしないんだろう。なんかよくわからんすよね。ヒーラーのたまに回復しないとき。これダクネで拾っていって、ワンチャンかぶち抜き来たら怖いので、いやでもこれがいるから大丈夫か。オッケー。いやでもこれ微妙だなー。これ魔術だけ消えてダクネが残る。よいしょ。オッケー。相手ヒーラーいないんでこれ行ってもいい気がするな、普通に。よいしょ。来た。もう一枚来るだろ、これ。これ来たか。いや、よかった。びっくりしたわ。よいしょ。で、このタルババの次が、あれかな。5なんでオッケー。竜ので延命していく。はい、なるほどね。よいしょ。これいっぱい出すとね、ラムのタゲが変わるんで、移るようになるんですよね、他のユニットに。よいしょ。オッケーオッケー。オッケー、来たー、はいバルカンありがとうございます。クードゲーム。よいしょー。オッケーオッケーオッケー。そうですね、まあ先に、ダクネと、ああいう、なんだろう、エレキとかは別にいいんで、ダクネとか、ヒーラーとかそういう残ると厄介なカードをですね、とか、まあマジアチャとかね、そういうのを切った時に、俺が多分攻めたのはダクネと、ヒーラーがですね、特にいなかった時なんですよ。で、ヒーラーがいると、もうこいつは殺せるやろって計算で突っ込んでも、ヒーラーでね、防衛されながら回復しちゃうんで、ユニットが。なんで、ユニットが残ってフルカウンターが来るんですね。それにラム乗せられて終わるみたいな。なんで、ああいうね、なんだっけ、濁念潰して、相手のヒーラーも潰して、みたいな時に、今みたいにそのバンって一回ね、ラムで突っ込んであげると、自分でね、リズムが取れますね。あとはまあ、タルババだけで、あれですね、マジアチャを潰しに来た時に、さっきみたいにユーノとか挟んでね、延命すると、あれちょっと、これで、潰すはずだったのになーつって、相手もね、ちょっと計算狂った感じで、ええ感じになりますね。ええ感じに。いいですね。そう、マジアチャとかもね、まあ、序盤はちょっと、なんかええ感じなサイクル、相手に作られてたんですけど、ちょっと、いい感じに、いい感じばっかやけど。やっぱ試合の流れをね、持ってかれてたんでね。うん。でそれで手札とかを考えてね、いい感じに突っ込めたなって感じですね。とりあえずこれは、タレババかな。これは何が来るか。ならタレババ構えときゃよかったな。でこういうのは大体、OK。うわー出たー、なんかやべえの来た、マジで。やべ。マジかよ。うわっなあ。まあ。いや、待てよ。やりゴブか。やりゴブってことはギャングで、タルババ今使ったから多分ギャング受けが来るんですよね。そう。で、ギャング受けに対して俺は何も出せるわけじゃないんで。はい、ヒーラーでよかった。オッケー。でも結果的にはヒーラーでこれ受けれるから、ちょうどいいですね。あぶねあぶねなんでや、もう、今ちょっと、うわ、最悪だわ。なんか読みみたいになっちゃったけど、普通に手がずれただけっていう。やばい、ちょっと待って。うわこれは痛え。いや、これ4個下げ来るやつやん。やりゴムでええ感じにされるな。どうしようかな。いや、まあ、最悪だ、本当に。これ一回受けて、受けますね。はい。で、ここに多分やりゴムが来るんで、そっちか。それならいいかな。はい。来ますよね、そりゃ。うわー。いや、でもこれ、受け相手ギャング出せるか？出せないよな。そうだよな。襟的に結構渋いと思うんですよね。いやー、もう、どうしよう。よいしょ、オッケー。これ打つ。もう一発いけ。頼む、サンキュー。なんで打つねん。これ、端前なんかしら来てからかな、ワンチャン。これはヒーラーで受けていって、相手5を、やり5分。逆サイ振っときゃよかったな、もっといいタイミングで。そうですよね。でもこれ結構ね、いい。やばい。いや、俺あれ出したつもりだったな、今。よし。まあ。これガゴムレ防衛来てからの、あれなんで飛んでんのマジかよ。うわ、もう終わった。くっそ。ヒーラー受け入れてなかったか、あそこ。くっそ、マジか。迫撃にね、そう。負けるんだよな。いや、結構負ける、迫撃に。これ、5ガゴムルか。やば。5だけか、スペル。なんか、5だけのデッキが増えましたね。なんか、ウォールブレイカーも、前までは、スペル、なんだっけ、ウッドだけか、ザップだけか、ヤナアメだけだったじゃないですか。それが、あれになったんですよ。なんだっけ、トルネファイボになってるんですよ、今の方が。そう、だから、マチ打ちが多すぎて、そう、トルネファイボになってるんですよね。そう、だからね、そう、で、スケとかが、ペッカとかがちょっとやっぱ減ってるんで、減ってるっていうか、もう激減、絶滅までいってるんでね。そう、なんで、本当にずっとペッカ使ってる人しか使わないみたいな感じなんで、そう、俺もね、ペッカ使おうと思って、上の上位どんなペッカ使ってんのかなと思ってね、チラチラ見てたんですけど、やっぱもうずっとペッカ使ってる人の大コアかしかないんで、そうなんですよね。ペッカ工場が。ペッコがね、よいしょ。とりあえず、これ。はい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 。これにはエレキですね。よいしょ。よいしょ、回復して回復して、うわー、これぶち抜けたな。いや、行くか。勇気の、うわー、これ、うわー、行けばよかった。うわー、これラム挟んでたら激アチだったな。もうこんな感じの防衛しかないんですよね、ほんと。いい感じだな、これ。ユウのどっちにいるかな。これでもバルキリーが来るか。そうだな。じゃあユウのぶち込んでいいな、これ。ユウのぶち込んでバルキリー溶かして、オッケー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 。いいですね。オッケー。で、ブロリー。いけ、ダクネ溶かせ。オッケーオッケー。これ相当いいっすよ。だいぶアド取ってる。多分5ぐらいアド取ってる気がするな。3。あ、じゃあ2か。4。じゃあ3だ。3アドだった。はいはいはい。ヒーラーで、はいはいはい。これ、ダクネに数発当たればファイボだけで溶かせるから美味しい。オッケーオッケーオッケー。これは美味しい。オッケーオッケー。ライトヤナムか。珍しいな。ってことは多分トルネがないタイプですね、これは。なんで、とりあえず、いっぱい出してあげると、あるんかい！ヤナアメ。ヤナアメなのに。いっぱい出してあげるとね、相手はもうライトニング打てなくて終わっちゃうんで。よいしょ。パラダイスですね、これは。さすがに相手ちょっとチンパンすぎましたね。よいしょ。オッケーオッケー。いいですね。やっぱライトニング相手にはこうやって固めてあげるのが一番相手が守りにくいんでね。そう、5の時は逆に離して3体とかね、2体だけつけるとか感じで、逆にライトニングだったら今みたいに6体ボンってつけるみたいなね。そんな感じですね。はい。ということで、今日もやってったんですけど、今シーズンね、やっぱデッキがいろいろ触れて、いるっていうか、バラバラなんですよね。なんか一時期ラバがめちゃくちゃ使われるときとか、ゴレが使われるとき、エリゴレが使われるとき、あとこういう神器とかウォールブレーカーとかですね、が、やっぱいろんなね、やつがポン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 変わってるんで、今回の環境なんか前回とかに比べて固定されてない感じがありますね。新しいデッキがどんどん生まれてるようなね。はい。なんでね、まあね、またマルチのね、動画とかをね、上げていくんでね、もしよければね、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わります。バイバイ。あ、こっちはね。